はい、本日はですね、こちらアークテリクスのアトム LT ジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、今年欲しいジャケットの中にアトム LT ジャケット欲しいって言ってたんですけども、そっくりのジャケットを僕持ってるんですよ。これアトム AR フーディーというジャケット、アトム AR とアトム LT というジャケットね。よく何が違うんですかってよく聞いていただけるんですけど、僕アークテリクスの店員ではございません。やけどね、まあ自分で買ってみて、あ、ここ違うと思いますよと、あ、こここういう違いがあるのでこういう方がおすすめですよっていうのもね、まあ買ってみないとわからないだろうということで、こちら購入させていただきました。ちょっとカラーがね、グレーみたいなカラーしかちょっともうなかったんで、グレーで購入はしたんですけども、サイズはね M サイズで、購入しました。ちょっと着てみましょう。はい、とまあこんな感じですね。今中にちょっとパーカーが着てるので、パーカー着ててもサイズは M サイズでちょうどいいかななんていうふうに思いますね。でこのジャケットはね、実はアークテリクスカナダ本国で本社があるんですけども、そこの店員さんは社員さんみんな持ってるっていうぐらい超優秀なジャケットらしいんですよ。ほうほうほう、何が超優秀なんかっていうのはね、僕も実際見てみたら、あ、なるほど、多分こういう用途で使ってはんねやろな、こういう特徴があんねやろなっていうのがね分かりましたんで、そんなお話をしていこうかなというふうに思います。ではまあサイズ感見てもらった通り、やっぱり海外サイズなんで、まあ基本的にはワンサイズ落とすぐらいでちょうどいいと思います。 L サイズで僕普段日本サイズは着るんやけども、これやったら、日本バージョンで言うと L ぐらいかな。まあ一応表記は M ってなってるけども、そういうふうに思っていただければいいかなと思うんですけども、まずねこのジャケットが人気である特徴っていうのはなんでなんかっていうと、とにもかくにも暖かくて動きやすいんですよ。だからイメージとしてはね、なんかこうインナーダウンっていう感覚よりも、こういったフリースの上位版っていう感じなイメージかなって僕としては思うんですよ。っていうのもなんでかって言ったらね、全部が全部にダウンっていうか中綿が使われてるわけじゃなくて、しかも中綿も結構薄いんですよね。だから動きやすさも重視しながら、まあ保温力もあるというような感じになってるので、脇の部分とかにはダウンは使われてないんですよ。中綿は使われてなくて、普通にフリース生地というかニット生地を採用されてるので、こことかに関しては全然風通ってきますよ。ビュービュー風通ってくるんやけども、ただ室内できるって考えたらめちゃくちゃいいじゃないですか。風なんかないしね。皆さんの中でいてます？僕の家ちょっと穴開いてるから風来ますっていう方いてますか？それやったら服買う前に部屋の壁をね修理してください。そんな方いてないと思うんですけども、そういう室内とかで着用するってなった場合は、ここのニットとかが逆にこう動きやすかったりする、伸びてくるんですよ。ヒューって伸びてくるから動きやすかったりするし、なおかつ体の胴体の部分っていうのは、この中綿のこれコアロフトっていうんですかね、中に綿入ってるんだけど、これが入ってることによって保温力があるんですよね。だからしっかり胴体を温めた上で動きやすさを担保してくれてると。なので室内で着るとかね、ちょっとこう車の中で着るとかにはめちゃくちゃ適してると思います。で次の特徴としてはね、なんでまたそれがいいんかっていうとね、あのこれ今見てもらったみたいに、もちろんアウターとしてもこうやって着れるんは着れるんやけども、次にこれをインナーにしても着れるんですよ。ちょっとまあこの辺にあったねモンクレールちょっと来ますけどもね、全然あのブランドさっきからごちゃごちゃしてるんやけども、まあその辺はあんま気にせずに見てください。じゃあパッてこうやって着ましょうと。で着ていくと今結構着てますよね。だって中に T シャツ着て、さらにパーカー着て、アトム LT 着て、ダウン着てるんやけども着れるんですよ。なんでこれが普通やん、別に重ね着なんかどんなジャケットでもできるやんと思うでしょ。じゃなくてこれ重ね着するようにちゃんと考えられてるんですよ。なぜかっていうと、この綿の密度見てください。あれ入ってるんか入ってないかわからんっていうぐらいの薄さじゃないですか。で普通ダウンとか中綿って言うと、これぐらいもうモコモコ、はい、いかにも入ってますよと、いかにも綿出てますよっていう感じなんやけど、このアトム LT っていうのはね、一応表記では 60g の中綿が入ってるんですよ。で 60g って言ってもピンとこうへんと思うんですけど、似たようなジャケットのアトム AR、 これ 120g 入ってるんですよ。だから倍入ってるんですけども、こうやって見比べてみてもらうと、薄さとか厚みっていうのがちょっとちゃうなっていうのがね、見てもらったら分かるかなと思うんです。でまたこれ比較動画でもね、用途は思ってるんですよ。用途とかもまた違うし、その中の保温力とかも違うんですけど、最初にも言ったみたいにね、フリースよりはちょっとあったかいやけど、インナーダウンよりは、暖かくないっていうぐらいなんで、まあ、フリースの上位版で、しかも使い方も一緒じゃないですか。風も通してくるから室内で着るにはちょうどいいんやけども、屋外行く時とかはこうやってダウンジャケットとか着て、しっかりこう風守ってあげたりとか、保温力高めてあげることによって、このアトム LT ジャケットの発揮ができると、性能が発揮できるっていうことなんで、なるほどそういうことになってんやと。これパッと見た感じやったら何が何か全然違い分からへんねんけども、タグぞよう言うてくれやと。微妙に厚み変えることによって、中間着用としての中綿ジャケット、ほぼトップスをメインで考えられたアトム AR っていう風にちょっと位置づけが変わってくるんですよ。でお値段の方もね若干違います。アトム LT の方は 35,200 円ということで、3万2,000円の消費税かな。でアトム
AR の方はですね3万8500円ということなんで、だいたい3300円ぐらい値段は変わってきます。でね、今ちょうど気づいたことがあるんですけど、アークテリクス細かい仕事されてますねっていうのがね1点ありましたんで、それをご紹介していきたいなと思うんですけども、ただ綿が違うだけで、あと基本的には生地とかはまあ一緒なんかなと思って、確かに生地とかは一緒なんですよ。ただ綿が違うっていうことは縫製も少し変わってくるんですよね。じゃあこっち見ていただきましょう。アトム AR の縫製って上からダダダダダッとこう塗ってる感じじゃないですか。これってやっぱ綿の量が多いとどうしてもこういう縫製になってくるのかなと思うんですけども、 LT の方はねこう中で縫ってくるんとひっくり返してるんですよ。だから表面にこう縫い代がないんですけども、この辺とかもただただ綿の量を少なくしてるだけじゃなくて、パターンから少しずつ変えていってると。で、まあ、この脇の部分がねニットの素材になってるから、またここも違うんやけども、普通大体のブランドってねこういうのは綿の量だけピョッと少なくして、まああと縫製とかパターンも一緒でええやろうってなるんやけどもね、あこういうところの細かい縫製の部分とかもね少し微妙に変えてきてるっていうのがね、いろいろ計算されてるんやなっていうふうに思いますし、アトム AR か LT かよくわからん名前つけてんねんけども、名前のセンスはまあちょっと以下置いとくんやけど、縫製とかそういうのに関してはすごいプロフェッショナルにやってはるんだなっていうところがね、まあ、個人的な感想ということになっておりました。決してあれですよ、名前のことをディスってるわけではないんですけども、とにかく覚えづらいということになっておりますので、僕も何回も動画で言ってるから LT や AR って覚えてるけども、はっきり言って見てるだけやったら全く覚えるつもりもないしね、覚えさすつもりもないんかなと思ったりするんですけど、そのジャケットということになってて、じゃあ対してデメリットとしてどういうデメリットがあるのっていうと、あったかい中綿ジャケット、あったかいジャケットが欲しいと思ってはる方はもしかしたらこれじゃないかもしれない。もちろんこれも中綿が入ってて暖かいといえば暖かいんやけども、それやったらアトム AR の方が暖かいんですよ。でこれはもちろん室内でも着れるし、全部が中綿になってるジャケットやし、中綿の量も倍ありますので、暖かいジャケットが欲しい寒がりの人で、室内で着るんやけどもちょっと俺寒がりやねんなっていう人なんかはね、このアトム AR やと思います。僕はちなみにアトム AR の方が向いてます。まあそんなこと知らんけどね、そんなこと知ったことじゃないんやけども、皆さんにとってねどっちの方がいいかってなった時に、じゃあ室内で着ますよと、それは大前提やねんけども、室内で着る時にちょっと僕私寒がりですわと、そういう方なんかはもしかしたらこれじゃない、あの暖かさはちょっと担保できないのじゃないかなというふうには思ったりするのでね、そのあたりはちょっとデメリットになってくるんじゃないかなと思います。まあただですね、取り扱いの方法とかも基本的にはアトム AR と変わらないと思うので、洗濯もできますし、まあ、乾燥とかがねダメにはなってますけども、まあ、この辺は表記見ながらね、やっていたり、あとアイロンとかもダメとはなってますけどもね、30度以下の洗濯機やったら洗えるみたいなんで、まあ、その辺はいろいろ見ていただいてやったらいいと思うんですけど、僕はっきり言ってこれはね最低限の表記になってるんで、まあ、生地の配合とか考えたら僕全然気にせんとね洗濯機ぶち込んでね、あの乾燥までかけてるんですけども、まあ、これも別にやろうと思ったらできるやけど、あくまで自己責任でやってくださいね。自分でちゃんと表記を見た上で考えてやってください。それは僕はいけると思ってるからやってるけども、そういったことになってますので、まあ、とりあえずデメリットとしては少し中綿と聞くと暖かいってつい思っちゃうんだけども、これに関してはそこまでの暖かさはないね、まあ、フリースよりちょい上かなっていうぐらいな感じでいいかなと思います。では対しておすすめの人、どういう人のおすすめっていうと、大前提として中間着で着る、外なら確実に中間着、そして室内ならトップスとして着るっていう用途で限定するならめちゃくちゃいいと思うんですよ。例えば室内とかでね、こう仕事とかされる時とかでちょっとこう動いたりする、段ボールこうやってピュッと持ったりとかするってなったりしたら、この横のストレッチ性とかがやっぱそこで生きてくるし、動いてるとやっぱアトム AR ほどの綿あるとちょっと暑かったりするんですよ。だけど室内とかで動いてる分にはこれぐらいの綿の量やったらちょうどいいんですよね。でさらに動きやすさもあると。なのでね、めちゃくちゃ細かい違いにはなってくるんですけども、あの最初覚えにくいやないかいって言ってた LT と AR って一応ほんまの正式名称だったらライトなんとかっていう、要は軽量モデルが LT なんですよ。で AR はオールラウンドモデルなんですよ。だからまあ一応ありとあらゆるシーンとか幅広いシーンに使うってなってきたら、やっぱりオールラウンドの方の AR がいいと思うんですけども、もう用途限定しちゃって軽くいきましょうよ、動きやすくいきましょうよなんて言ったりするんやったらこの LT になってくると思うんですけど、まあこれも多分寝て起きたら忘れてると思います。 LT と AR って何やったかな、なんか忘れたなってなると思うんですけど、忘れてもらって結構です。その時はまたこの動画をポチッて押していただければね、再生が回りますので、その時はまた見てくださいということなんですけども、なんかまあ自分の用途がどっちに向いてるんかなっていうところで、どういう時に着たいんかなっていうところではっきり結構分かれるんですけど、中途半端にあんまり用途考えんと買っちゃうんやったらもうオールラウンド行った方がいい。オールラウンドやったら あくまでオールラウンドやから、まず野球始めた時もそうでしょ、いきなり前剣モデルとか買いませんから、とりあえずバッテンから買うからね、とりあえずミズノのバッテン買うときは間違いないよと思ってバッテン買うんやけども、あれじゃオールラウンドっていう表記にはなってるんやけど、たまにあれでキャッチャーするやつだけど、あれはキャッチャーはダメ、あれファーストまでやっていけるけども、キャッチャーでバッテンやってるやつなんか、あれはさすがにキャッチャーミート買わなあかんねんけども、まあ、そういったジャケットになってますのでね、なんか用途はまだ決まってないねんなっていう方やったらオールラウンドの方で、いやもう用途限定してないと、とりあえず動きやすかったり軽い方がいいねんっていう方はね LT の方がいいんかなっていうことがね、今回アトム LT ジャケットの
紹介ということになっておりましたということでですね、また近々、この比較動画を作っていきたいなと思います。まあ基本的に違いってないんやけども、これで大体わかるっちゃわかるんやけどもね、まあより詳細にね、まあちょっと AR は AR でこだわってるとこもあるんですよ。さっき言ったみたいに単純に綿が倍になってるだけじゃなくて、綿の部位によって綿の量を変えてるんですよ。フードンとか綿少なめになってたりとか、あとこの脇の部分って熱溜まりやすいじゃないですか。でそういうところもちょっとあの量少なくなってたりするんですよ。それが AR の特徴で、逆にそういう部分に関してはニットが使われてるよねとかっていう比較動画の話もあるんやけども、まあ一旦これはね、ここで終わりたいなと思いますので、本日はですね、アークテリクスのアトム LT ジャケットを紹介してみたという感じになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。